っとあの最近動画をアップしてなかって作業の方を優先してたんですけども、自分に飽きてはダメだとね、初爆チャレンジてってれてってってファンの方もいると思いますので、自分に飽きずにですね、まあ雨も降ってますし、どうせお客さんも来ないですしね、ちょっと前置き長くなりましたが、今日はこのバイクの初爆チャレンジ行ってみたいと思います。どうぞ。今日のバイクはこれです。スーパーモレー、スーパーモレーです。はい、で、今回このスーパーモレーなんですけども、どういう風に初爆チャレンジ行こうかな。でまずね、タイヤがこうもうひなんていうかな、横から裂けてるんですね、これね。だからあの押し引きが非常に転がしててもあの転がりにくいですし、もう空気も入らないんですね。はい、なのでまずこの部品取りのスーパーモレーのこのタイヤ、結構溝もあるんでこっちと入れ替えようかなと。はい、14mm ですね。14mm で開けて、ごっそり交換します。でこのカウルも今つけたんですけど、ついてなかったんですけどね、スーパーモレーは前回の余ってるカウルがあるんでこうつけました。でミラーなかったんで、そのあたりだったらミラーつけました。もうこの時点で結構もう完品みたいな感じでね、一応見えるんですけど、こういうポッチをちゃんとこのポッチに入れるっていうのを忘れないで組んでください。はい、まずエアクリーナーボックスね、これをね、買ったこうやってやると取れるんすよ。取れるだけマシね、手で。今みたいな感じでなんかね、いきなりガッて開けるんじゃなくて、初めね軽くアクセルをキュッ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 ってやって、でちゃんと回ったん確認していく。いきなりかな、回ったの確認してからいく。まあ、エアクリーナーボックスの朽ち果て具合って大体 どのぐらい愛されてたかって分かるんですか。あ、ダメだ、これ愛されてないわ。全然愛されてない。もう一回閉めよう。これダメですね、ダメですね。まああのインシュレーターも壊れてますし、パワーヒル仕様にしますか、ね、それが一番早い。スーパーモレのキャブは変わってて、この3つのボルト外してこれが外れて、この3つのボルト外してこれが取れるはずですね、多分。はい、取りました。取ったらこれが取れるんで、あーこうなってる。はー、こっちを開けるとやっぱここが出てきますね。でこれで外すんでしょうね、あのワイヤーをね、わかります？ここ。こっちに緩めて、こう、こういう感じですね。これで取る感じですね。はい、このアクセルのケーブルなんですけど、こういうのがついてるんですね。ここに引っかかってるんですよ。で、引っかかってるやつが、こうですね。これで引っ張ってるって感じですね。はい。だこれを一体式じゃないんで、外さないとここ通らないんで、ケーブル。でこれ取れる感じですね。これでようやくキャブ単体になったんで、オーバーホールしていきましょう。はい、この中にですね、こういうのが入ってるんですね。こういうのが。で、これが横からこう来て、こいつを、ワイヤーで直接回して、こいつを上下させてるっていう仕組みですね。この中、結構複雑です。一応ですね、機構がだいぶ分かりました。今戻したんですけど、この止めるプラスが、まあ、いわゆるここをゼロ視点にするようにならないと絶対入らないんですよね。例えばこれがちょっとずれ出たりとかしても無理、うん、だからこういう機構になってるんですね。やっぱあの高級
原付きなんで、一応これすごい定価高いんで、ちょっと作り方がすごくね、うん、なんかゴージャスではありますね。今撮ったんですけど、スロージェットは結構この奥の方に入ってるんで、この奥の方に撮ったらもう完全に詰まってるんで、これのせいです。これのせい。こいつをちゃんと通してあげれば、真ん中が詰まってるな。こういう針で通します。完全に詰まってますね。結構エアボローしたりキャブクリしても通らないんで、逆に嬉しいです。これが原因なんで余裕でかかると思います。こんなに詰まってんの久しぶりですね。絶対かかります。これで、これのせいです。理由がはっきりしてるとね。あ、今通りました。綺麗になってきました。ポイントなんですけど、まずこのちっちゃい穴ですね。このちっちゃい穴がちゃんとここから通るか、まあ、ここからガッとエアして、ここからピシュッとですね、こう確認してください。ここもね。でそれと、まあ、こういうとこがエアクリーナーボックスの目詰まりとかで詰まるんですけど、ちゃんとこことここでメインとスローからしっかりピシュッピシュッと出るのを確認する。あとそれとこういう細いとことかも小さい穴が3箇所ぐらい開いてるんで、ちゃんとエアパークリしてエアしてシュッシュッとこう通りがですね出てるのを確認してください。はい、はい、合体する前にこれね、この対抗をこういう風にここに、まあ、かませるわけですね。だからこれでアクセルをやるとこういう風に、はい、今のは失敗です。ちゃんと奥まで入ってなかった。今ぴったり入ってるでしょ。ちゃんとここの溝にね通してあげないとダメってことですね。はい、これで正解です。これで正解です。ケーブルにも余裕がありますね。これが正解。この左側はこのイタラチェがあるとすごい楽ですね。ここしっかりと締めとかないと漏れますからね。はい、締めました。はい。エアクリーナーボックスがもう繋ぐとこがないので、このパワーフィルをつけようかなと。その辺に転がってたりするんですけど、割と綺麗、めっちゃ綺麗。はい、エアクリーナーボックスつけてないですけど、シュバックチェック行ってみたいと思います。行きます。緊張しますね。おかしすぎ。強制チョーク。オンなってる。来た。やりました。シャバク来ました。今ね、来ました。ライトついてる？ついてますね。ウインカーもこっちがついてないかもね。でもエンジンかかりました。はい、安定しました。今エアクリーナーボックスないから半分塞いでる。まあ安定する。やりました。エンジンかかりました。これで安心して出荷できますね。この続きやりたい人ぜひ。買ってください。めっちゃ安くしておきますんで。カースさんチャンネル。それでは。
たのに今はなぜバイクの YouTuber 見てるリスナーみんなおっさん女子供は誰も見てないあんま動画もバズりはしないないない尽くしあるのは3つやる気勢い適当合心とにかくバイクの関連動画間違いせデビュー測定評価困ったらネジザウルスで回す回す壊す知らないことはフォロワー教えてくれるはずさスーパーチャット一人100円もっと入れてねスーツと昭和原付き焼き付くのだけ怖いあの匂い走り続ける忘れない ブレイクダンス動画上げていた手品愛犬動画上げていた今はなぜバイクもところが気がつけばバイク置く場所ない若い人たち誰も見てない困った時の NSR それが伝説原付冒険無茶を承知でどこまでも走るとにかくヤフモクでバイク仕入れ解体屋の仕事でパーツゲット回らなければパークリファイア燃やす燃やす焦がす失敗してももう一度やり直せるさきっと今すぐ電話自慢を持ち出して若い頃の思い出語り始めたらいけてないとにかく